はい、皆さんおはようございます。今日もねお昼になってしまいました。今日はねすごいいい天気ですよ。はい、本当に熱海 MO 美術館もね行ってみたいし、こういういい天気の日は日本の田舎、昔ながらのさ、こう風景というか自然が残ってるような田舎を散策してみたいなとは思います。浜松市内は、ほとんどアスファルト、コンクリート、駐車場アパートばっかですから、静岡県内よりは長野の方が動画配信していて海外の人の受けは良かったですね。ということで、今日も非常に、プレッシャーを、ね、感じていますが、今日、ポスターの、依頼を郵送しておきました。なので、ありがとう。上か下に抜けていくんじゃないのかなと。DXY はマイナスだったかな、プラスか。DXY がプラスで、ってことはドルが買われているのかな。だけど10年利回りがちょっとマイナスなんですよ。ってことはドルは下がるのかなと。難しいですよ。どっちなんだろうかなと。しばらくは横ばいなんじゃないかなと思います。で、日経平均もちょっとマイナスで、ダウンジョーンズ S&P がプラスかな。ただ、小幅の動きなんですよね。それよりも、アメリカの、暗号資産の取引所が破綻と。そっちの方が大きい。今日もやっていこうと思いますし、今日は0時まで仕事がありますからね、なかなか今週いっぱいはハードかなと思います。頑張ってやっていくしかないし、自分のね、人生ですからね、自分のやり方で頑張っていこうかなと思います。じゃあ始めます。やりつくりです。皆さんお疲れ様です。こちらは杉本修一講演会です。今日も無所属で落選中ではありますが、政治活動、ソーシャルメディア、続けていこうと思っています。今日、選挙ポスターの、依頼 の、 CD を、送っておきました。本当にプレッシャーは感じていますが、忖度のない政治を、作っていかないといけませんし、前例にとらわれないような地方政治を目指して、目指す上でもこの考えは忘れないで、トライしていこうかなと思います。で、杉本修一講演会として、子育て支援とあとは起業家支援ですね、この2つに力を入れて、他の都道府県とこう差別化を図っていきたいかなとは思います。学校の公民でやったと思いますが、地方公共団体という名前なんですね、それも正式的には。だから地方自治体というのは間違っていますので、日本の場合は中央集権国家ですから、何でしたっけ、立法、行政、司法、この3つの権限を持っているのは中央であって、地方、特に富裕層にとってはますます生活しにくい国に、なってしまうのかなと思います。税金を増やして渡航するのは公務員だけですから、経済的に見ればかなり大きな、打撃があるのかなとは思います。理由としてはですね、日本人 の、 金融資産というのはかなりたくさんあるみたいですから、確か2000兆円ぐらいの金融資産があるみたいですね。なので、増税をすればするほどその財布の紐も固くなってしまいますから、こういった2000兆円の金融資産が市場に出てくれば、経済にバックアップして、人口も少しでも増えていけれるような、そういった地方都市を目指して、来年の4月、また大変な、ことがありますが、なんとか
再チャレンジできればいいかなとは思います。まあそれがもしダメでもまた教育の方にもねアプローチしていこうと思いますし、まあ、自分自身もやりたいことをやれる人生をねこう実現していけるように頑張っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。喉がおかしいなはい、ということでお疲れ様です。ちょっと今日は暑すぎてスマホ のバッテリーもね、ちょっと心配ではあります。まあ一旦これで帰って、まあ携帯もスマホも充電して、また労働ありますけども、まあ頑張ってきますよ。あとは Wi-Fi ですよね。ほんとちょっとビビっちゃっていますが、エレクトリカルアクティビティ、スマッシュライクボトムズ and サブスクライブステイチュー、 See you there, see you tomorrow、 yeah. Bye. じゃあね、行ってきます。